はい、どうも花見です。ではスバセカ続きやっていきたいと思います。このキャットストリートに来てね、でこっちのこのワイルドキャットね、このサナエちゃん、サナエちゃんって言っちゃった羽根駒さんのねお店に初めて行けたのね。前回さっきね、もう大量に全部マックスで買ったから、ありがとうさん、ありがとうさん、もうめちゃくちゃあれよ、アイテム欄がパンパンなのね。これ9個もう9個しか持てないっていうの難点だよね。もっと買いたいな。でここ行って、でなんか携帯をねいじってくれて、でまあ、なんか彼とヨシュアと散歩してこいやみたいな感じで羽根駒さんが行って、終わったのね前回。ちょっと話しかけてみよう、教えてあげるよ教えてあげるよでこの携帯で何を探すんだ、ふふふ、さあ何だろうね絶対教えてくんないじゃん見つけたらわかるんじゃない、こいつもう絶対教えてくれんやん。あ、違う、別に携帯に変化なくない、このハテナハテナさ特になんもだもんね。え、なにつか、あとどこ行けばいいんだろうね。見つけたらっつってるけどさ、こっち行けばいいのかな。あ、でででで、さっき自主練やってた時になんか一個何って思ったのがあって、これ赤いじゃん普通ノイズ、これ青いのね。え、これ何、別に豚じゃないけどね、やってみていいです。青って青初めてじゃない、緑とかさ黄色は知っとるけど、え、誰、え、キングくんじゃないよ、誰誰、え、どなた、え、何、え、なんで化けたんだよえ、いなくなった、あ、キノコ、え、何わかんない、え、何を動いてんの、いや、めっちゃ動くじゃん、怖っ、何、いや、必殺技使うか、うえー、うん、間違えた、いやもうさっきさタッチパネルでやってたんだけど、めっちゃ楽やねタッチパネルだと。よそし、死なないんかいお前は。えー、何なんだろうね、え、嘘でしょ嘘でしょ、怖すぎるんやけど。え、これは何が正解なんだろう。ワオン、お、え、待って、そしていいところでコントローラーえ、何ですか、ネック君死ぬんですか、あ、いや、あれか、大きい技みたいな、え、ネック君死んだネック君お亡くなりになった、いい、やば、ゲージ全然減らんけど、これ何が正解なんだろう。じわじわとして、うー、やば、やべやべ、 HP がやばいよ、調子こいてあれだからね、今あのレベル下げてやってるから、本当は30レベルとか言ってんだけどね、ククだけど、そのアイテムドロップしてほしいからさめちゃくちゃ下げてんのね、20レベルぐらい下げてる感じがする、あ、やばいよネック君もうネック君まさかこんなとこで死にたくはないよ、おい、またか、まさかの宮下公園で死ぬという
え、ネクくん。謎の手持ち。あ、ネクくん。俺。もう一回やるよ。めっちゃ強いな、アイコ。全部消してやる。何が正解かが分かんないんだよね。よし。当たるかな。いや。当たるかな。あ、やった。もう何この強い敵。ストーリーに関係ない敵やんけ。めちゃ辛かった。ネク君、休憩しようか。何？テレポアラート。何それ？レアバッジなんかな？なんかそういう強い敵じゃないと手に入らんやつかな？即時起動。ネクをドラッグしてダッシュさせると、その間ネクの姿が消え、敵の行動を回避できる。へえ、使うかな。今んとこまだ必要性を感じないな。それが必要になる敵っているんかな、今後ね。いるのかもしれんな。無駄に時間食っちゃったよ。もういないよね。もう自主練は結構さっきね、だいぶやったんだ。これあれか？トワレコの建物かな。え、てかどこ行けばいいの？あ、なんか知らんかったけど、ここあれ豚さんのマークついとる。おったおった。やりましょう。久しぶりだね。え、めっちゃおんじゃん。抜くなよ。待って。嘘嘘、いかんといて、いかんといて。ごめん。そこだ。いかんといて、いかんといて。それ。あっけなかった。一匹逃したな。いや、レアメタルかい。別にいらんわ。でもおらんってこと。一匹逃したら終わりか。集中しろ。そう。え、どこ行けばいいの本当に。え、ヨシは何が正解？お、電車通っとる。えら。え、どこ行くの？あ、角い。見つけたぞ。誰誰誰だ。ちょっと待って。なんか肩についとる。嘘でしょ。覚悟しやがれ、ヘッドホン。今すぐここでぶっ潰してやる。嘘でしょ、本当に。ヨシは知らんでしょ。ヨシは初めましてだもんね。お前無事だったのか。いや、無事だよね。一応死神になるっていう契約だったからね。おう、見ての通りピンピンしてるぜ。肩に乗っけてんの、何それ。お前その羽、どういう契約してその羽が生える。似合うだろ。まあ、もともとそういう服装してたしね。死神の印だ。ペットか。ペットおるやん、肩に。死神？お前本当に死神に。あれ？ネク君、死神とも友達なのかい？あおるんじゃねえ。意外とこういう関係広いんだね。ヨシは。そのペット何？あれだよね、バッチの。バッチに書かれてたやつだよね、きっとね。そんなの実現、実体化すんの？バッチのやつって。こんなやつ友達でも何でもね。嘘嘘。俺はおめえらを消しに来たんだ。お前本気か？足りめえだ。行くぜ。ちょっと待って。そのペット何？そのペット何？待ってよ。連戦すぎん今日。スケボー乗ってる。スケボー乗ってんね。嘘、もう。動かんといて。動かんといて。暗えっつってる。え、ガード、何そのガード、何それ、卑怯じゃない。何すんだよ。戦ってんだよ。いやー、ヨシアの攻撃が当たりづらいな。嘘、早すぎでしょ。このチェーンが、待って、
ギュンギュンオクトパス、空間ホールドすることでその位置に敵を引き寄せる。1万円、なんかもらったビートから1万円もらった。あ、倒せないイベントかな、イベントゲームかな。これは強い、早かったよ、強いっていうより動きがなんだよおめえのサイキック激弱だぜ、手応えなくてがっかりだ、すまんね。お、諦めてくれる、今日はここまでにしといてやる。いいのお仕事放棄じゃんそれ、いいの。ふん、命拾いしたな。いや、わざとだな、ビート、これはわざとやな。そのペット何、何の意味があんのそれおい待て、まったく、とんだ不良死神だね。不良死神、死神から攻撃してくるなんて、確かにそうだよね、しちゃダメだよね。そのゲーム中はさ、ノイズを作って間接的に、間接的だったらいいけど直接はダメっていうルールだよね。ルール違反も甚だしいよ。いいの彼北虹様に怒られん、大丈夫、あいつはもう俺の敵なのか。そうだろうね、もう初めましてだからね。ヨシアには別にビートに対して愛着ないからね。彼本気で僕らを消そうとしてたよ。あいつどうして死神に、本当だよね、あれだよね、絶対ライムくんを助けたいとかさ、そういうのあると思うけどな。ネクくんは人望も薄いねヨシア今後は少し警戒が必要かな。クワバラクワバラ何ヨシア、さあ先を急ごう。いや何だったの今のイベントゲー今の。でもあれだよね、なんかわざと見逃してくれた感はあるよね。まあ本気で戦いには来てたけど、その、まあ、ある程度ダメージ与えたらなんか気が失せたみたいなことわざと言って、なんかあえて見逃すみたいな、で北虹様にはちょっとそうやって報告するみたいな感じで北虹に怒られんかあれっていうかどこに行けばいいのよしは。お前ら、お前この間のマベスラの男たち、あの優勝した兄ちゃんどこ行ったのかな。もう2日、昨日だからね、マブスラの大会は昨日だから、もう一度勝負したいな。昨日はついてなかったね。僕はシュート君が優勝だと思ってたのにヨシワの小細工によってな、シュート君は残念ながら優勝できなかったからね。そういえばあのヘッドホンの兄ちゃんもいつの間にかどっか行っちゃったし、会場を出るとね、実体化は消えるからね。あのヘッドホンの兄ちゃんとまた戦いたいな。いや私はもういいですめっちゃむずいもんマブスラ、もうビート戦よりむずいじゃん。シュート君に気に入られたみたいだねヘッドホンの兄ちゃん、いなくなっちゃった、何なんだ。そうだよね、あの優勝したあの人もさ、なんだっけ、あの誠くんが缶バッジをさ街で配ってた時に出会ったあのカップルね、あれどこにいるんだろうね。ていうかマジでさ、ま、さっきその個人的にやってた時、お金がさお金が有り余ってんのね今、嬉しいことに。この換金バッジがもうみんな99になっちゃったから換金してたのね。でそしたらさ、このお財布がさ、子供の財布、どこ行った、子供の財布、うん、やめて、これね、子供の財布今使ってんだけど、もう99,999 円までしか入らないから、どんだけバッジを換金してもさもったいないことになってんのね今。で99個すぐ貯まるしさ、でしかもついさっき注意項目が出て、ストックバッジがいっぱいですみたいなこと出てきたのね。なんか200個までしかストックバッジ持ち歩けないみたいで、これはまあのノイズが落としていくバッジたちなんだけど、もうパンパンでさ、
で換金してたのね、こうやって1個とかで600円じゃん。でやっとったらさ、もう9万9000だってあっという間に溜まっちゃうのね。もうだからお財布が欲しいわ。なんでよ9万円しか入らない財布って。子供の財布でも100万ぐらい入るっしょ。ちょっと待って、なになに、おお、そうやって反応するんだ。ネクくん反応だよ。反応、この近くに探し物があるってことさ。何探してんの。この近くってどこだよ。わからない。そこら辺はあれかな、羽駒さん適当なのかな。正確な場所を特定したいんだ。もっとくまなく探してみよう。それ何、ネクくんは見れないの。ね、ネク君見れない。それ何、スキャンしたらいいの。見えないな。この人話せばいいかな。この道を通りたければ、このエリアのブランドランキングでナチュラルパピーを1位にしろ。バチと装備のブランドを気をつけてバトルすることだな。ヨシアは何のこと言ってんだろう。あ、とりあえずそれをナチュラルパピーやりますか。今何位？3位か。まあ、いけそうですね。今私は、ナチュラルパピーね。持ってました、私ナチュラルパピー。あ、ここら辺だ。まあ、ここら辺をナチュラルパピー、まあ、2個入れときゃいいかな。まあ、あとネク君の装備ね。ヨシはオールナチュラルパピーだから文句なしでしょ。ナチュラルパピーにする。持ってましたナチュラルパピーなんて。みんなヨシにあげちゃっとるやろ。あ、これダメだ、必要勇気が足りない。いや、いけんじゃない。だってもうバッチ。あー、これもまあ一応ナチュラルパピーにしとくか。ナチュラルパピーどこ、これか、これしかないかも。あと、もう空間をタップする系ばっかやな。え、クラス制限オーバーです。同じ3位のバッジを1個までしか。あ、こいつがいるからか。そういうことか。サイバレットショット、このバレットショットだもんね。これはこれにしよっか。よし、ナチュラルパピー、ナチュラルパピー、ナチュラルパピー、いいよ。これだけごめんね、パーボレアルだけは。あのヨシアとのバトルで結構相性いいなって思ってやりやすいんだよね。まあ、ちょっとバトルしてナチュラルパピーをちょっと1位にしますね。これ今さ、ストーリー関係あんのかな。そのヨシアの向かってる先にさ、正解かな。うー、クラゲオンじゃん。何これ、やべえやべえ、もう慣れてないよかナチュラルパピーなんて。おお、なんか知らない。おお、パンプキン。またね、これ何、希望の人見てない。これ4連戦する。おお、1位。もうあっという間に1位ですね。希望の瞳、また溜まっちゃうね。何これ、ヒップスネーク。敵を抑え続けることで光を収束させ、敵に連続でダメージを与えると同時に状態異常攻撃力減少をにすることもある。抑え続ける。やってよ、入れて。それマルシーの道かな。この道を通りたければ、このエリアのブランドランキングでナチュラルパピーを1位にしろ。バッチと装備のブランドに気をつけてバトルすることだな。もう下条件達成を確認した。この壁を解放する。1000円。1000円だけくれた。モコモコの麺。もうどこで使うのそういうの。
あとさ、こっちにもおるじゃん死神が。もうトリマこっち行こっか、もあるし特にないね。あ、道玄坂、え、道玄坂行けんじゃん。ちょっと待って先にこの死神の話させて。何？こっちは何？え、お久しぶりです。何ストーリー？何？突然ですがおめえか、死神クイズの時間です。今日は揺さぶってまいります。第1問、キャットストリートにカフェを構えるワイルドキャット羽根駒さんね。このお店で売っているのは次のうちどれ？あ、もうそれは多分いけるよ。あ、わかんねえミネストローネじゃない？多分。やばわ、全然わかんないわ。本当に？第2問、渋谷で話題の恋の電話ボックス、何の話？知ってます？知らん。この電話ボックスから電話をかけると必ず思いが通じるという噂ですが、この電話ボックス次のうちどこにあるでしょうまずさ、電話ボックスあるのって私何、マルコ前しかわかんないよ。そう、マルコじゃない、モルコモルコ前に1個あるのは知っとるけど、それがこの恋の電話ボックスかは知らんよ。もうモルコ前にしとこうか。それでいいの？第3問、ちょっとテイストの違う問題にも挑戦してみましょう。いきますよ。人選上のアリアや音楽の捧げ物の作曲で知られるドイツの音楽家は次のうちどれ？え？バッハだよね。違う？マジで。結果発表。第3回死神クイズ全部同じ人だったんだ今までのクイズも。あなたの結果は残念、この道は通してあげません。正解するまで通さない、それが死神クイズです。正解を確かめにいってらっしゃい。おい、まず羽駒のメニューな、全部買ってるから正解はここで見れる。パンプキンスープとブイヤベースか。ブイヤベースね。で、あとさ、その電話ボックスね、何？ダメだね、ククン、反応が弱まってる、遠ざかってるってことか。他の場所を探してみよう。違うんだよ、電話ボックスを見に行ってんだよ意味があるんだよ、大丈夫だよ。こっちね、モルコ、よいしょっと。これじゃないのかな、私が知っとるで。なんかおるんやけど、もうちょっと待って、やること多すぎないかこれじゃないのかな。私、羽駒さんのさ、ブイヤベースだけ間違えてんのかなって思うんだけど。それだけやろうかな。だって知らないよ。電話ボックスあるの、ほんとモルコ前でしか見たことないから。教えて。うん。はい、はい。ブイヤベース、ブイヤベース。さっきミネストローネとか言っちゃったからね。うん。モルコ、モルコ、知らんけどモルコ間違えたら他のとこやるはい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 、バッハ、あなたの結果は？よし羽駒さんのお店にあんなに世話になったのにさ、羽駒さんの問題だけ間違えるっていう、ね、この壁を解放します。忘れた頃にやってくる、それが死神クイズです。ではまた会う日まで、さようなら。なんか羽毛もらっちゃった1000円。でこっち行けるようになったんだ。おお、待ってくれよ、反応が弱まってる、遠ざかってるってことか。じゃあこっちではないってことね。はいはいはい。でも行ける範囲めっちゃ広いね今回。しかもさ、ミッションまださ発表されてないからね、自由に自由行動の時間めちゃめちゃ長いじゃん。いいね、こっちだから多分こっちだよね、多分このマルシーのこの道玄坂ね、行ったことないんで多分こっち、これかな、 DC、 この緑色の区画に行くのかな。
ここかな、多分そうだよね、に、まあ、行くのかなっていう感じで。はい、じゃあお時間いいところなので今日はここで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。